はい、どうも、メイドです。今回ですけども、最新セレクトボックスで最強ツムを使ってね、一発撮り2連続プレイするんですけども、まあ、ハッピーラプンツェルがね、強いんですよ。まあ、強いんだけど、今回のセレボは、超絶ドスル案件でいいです。ローズ最優先で、確保しに行ってもらえたらなと思います。まあそれでもね、このハッピーラプンツェルは過去にかなり復活してるし、ピックアップでもかなり復活してるんで、はい、ちょっとね、皆さんスキルマーの方も結構いるんじゃないかなということで、まあその強さをねお見せしていきたい。でワンプレイもねかなり短くて、基本一発撮り2連続プレイの動画って8分とか10分とかそれぐらいかかるんですけど、多分この動画7分台になるんじゃないかなっていうぐらい、多分短くなるんじゃないかなと思います。はい、俺がもし喋りが終わらなかったら8分とかになっちゃうかもしれんけど、多分そんな感じで多分かなり効率がいいかな。基本的にワンプレイとかは動画の時間見てもらえると、このツムワンプレイ短くて効率いいんだなとかっていう、まあ、指標にもなるんで、まあその辺もですねちょっと確認していってもらえたらなと思います。の、いやータイム打てないんかい。あ、もう引っかかってる。最悪だ。大詰まりでちょっとあれはさすがにやばい。よし、これはおー、ふざけんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ。うわ、グだったな。もう最悪だよ。もうと最悪だ。36。はい。おい。繰り越し。ピパイン。36。37。いや、37は強いだろう。あるね。ひたすら俺左下連打してるからね、基本的に。もう基本的に連打。いや、8チェーン作れて。あぶね、ギリ間に合った。35。これはループするでしょ。あー、くっそ。まあでも7000はいけるか。8000ぐらい出して、あ、いけねえや。あー。最後ぐだってしまった。まあちょっと待ってください。2プレイ目もやっちまいますんで。これ2プレイ目やったな、これ。これ2プレイ目やべえぞ、多分。ラピキが見づらい。うわぁ、40。えぐ。あ、なんで上なぞれてないんすか。それはおかしいんじゃないでしょうか。で、フィーバーいいんで。フィーバーイン調整も楽なのがいいっすよね、このツムね。36。41。いや、デカツムナイスすぎ。あんまあ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 。いや、本当はちょっとタイム狙いたかったんですけど。いいんで、
やばい、マイツムがいない。いいね、サンジャチ。いや、8000いきたいな。タイムドロー、いや出ねえか。うい、36。36。やっちまった。じゃあ40。やっぱ消去数強いよね、明らかに。おかしくないこの性能。タイムゼロ。なんで。これループするでしょ。しょしょしょ。いやー、30消去はやばいって。オッケー、タイムありがてえ。もう一回タイム出たらめちゃめちゃ熱いんですけどね。そしたらもうワンフィーバー確定するんで。わあ、でも7601。強いですね。ちょっと1プレイ目ミスっちゃってるんですけど、まあこんな感じっすね。多分大体7000以上はいけて、まあ7500届くかな。最近自分あんまスモミとかハピラブ使ってなかったんであれですけど、まあ、7500弱ぐらい平均いけると思います。現状だと多分それぐらいの性能は普通にあるかなと。でいい時8000とか、まあ、なんなら9000とか乗ったりするような、そんな性能なんでかなり強いです。はい、ということで、まあ皆さんもねぜひ使ってみてください。引くことはしなくていいと思うんですけど、はい、まあ、今後ね結構復活してくると思うんで、まあ、その時、このツム強かったなっていうのを、まあ、思い出してもらえたらなと、はい、思います。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、バイ。